guys. Boo! No, be high, you keep fire out! またもや、サバヤンさんから逃げるゲームがやってまいりました。あーということで、今回は、顔から逃げるゲーム第3弾やっていきたいと思います。このゲームさ、全くもって、データが残んなくて、なんかシンプルになんかステージ3からここまで、ノーカットでやってきたんだけど、このリスナーと一緒に。これリスナーと一緒にやってきたんだけど、マジむずい。データ残せ、バカ。さあ、ティコしっかりと。今回ステージ7ぐらいからスタートな気がします。さあ、ティコしっかりと。今回これどういう感じですかね、これ。なんか3次元っていうよりはなんか2次元に近い感じがしますね。さあ、ティコは。なんかやってるゲームマリオに近いね、これ。てれって、てれって。お前、ブイッつってんじゃねえか。お前、マジマリオじゃねえか。これ、よくよく見たら。うん、行っちゃってる。一瞬でカツラが取れてて、ほら、一瞬だ。一瞬、カツラが取れます。サイティカしっかりと。雪ドラちゃんは全然ハゲてなくて大丈夫なんですけど、サイティカしっかりと。これ、頭乗れるらしいわ。これ、なんかリスナーさんに教えてもらった。あ、やばい。カツラが取れる。ちょ、むずいな。こう、マリオのパチモノゲームそこそこ難しくて、死んでなくね今の普通に。このマリオのパチモむずくないか？つか、急にここに来て、まさかの、まさかの、あの、低クオリティ。あぶね。普通に失敗。どうすんみたいなことすんな気持ち悪い。いや、これガチマリオじゃん。死んでなくないウォーウォー？今さっきの死んでなくないウォーウォーで、さあこれしっかりと、冷静に立ち回り散らかして、いや、おかしい、おかしい。三次元のゲームのはずなのに、ここに来て急に低クオリティ。で、ドッスンでしょ？で、また、ドッスンモード来かよ。さあ、ここでゆっくり一服しといて、さあ、スターゲット。あれ、スターじゃないのこれ。てん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 ってならないね。いや、低クオリティすぎる、ここに来て急に。さあ、ティカはしっかりと。反射神経、よし。ここもしっかり反射神経。いや、いいよ、これもうゴールの流れだよ。マリオで言うとこのゴールだよ、これも。さあ、しっかりクリボーかわして、クリボーかわして、なんかマリオっぽいってなったらさ、このリスナーがルイージみたいになんない？このリスナーラグすぎたらこいつ。なんだよ、あのクソ気持ち悪い。ジャンプしてくんな、クリボーだけは。クリボーだけはジャンプしたらあかんやろ。さあ、てかしっかりと。いや、あの、ルイージ待たせちゃってるから、しっかりルイージのとこまで行って、さあ、悪くないよ。さあ、ルイージやっていこうか。しっかりとジャンプ。で、これ。あぶねえ。なんでルイージ死なねえんだよ、あいつだけ。あぶな。さあ、ラッキージャムジャムでなぜかクリアできて、さあ、またスターゲット。スターゲットしたいんだけど、ゲットできない。さあ、ドッスンもどきがおつすぎて、あぶな、シエちゃん。あぶな、あぶな、あぶな、あぶな。いや、ガチマリオ。これ、ステージ8から全部マリオみたいなやつだったら、このゲームやめます、シンプルに。はい、ガチウィ。反射神経ゲーだけど、ぶね。なんか、登れてね。いや、登れそうなんだよね。ほい。さあ、ここでしっかり一服しといて、一服どうしといて、さあ、悪くないよ。そこ、とりあえず行って。これ、反射神経。まあ、死んじゃうよね。今さっき完全にベロ中案件。うん、カツラが取れるー！カツラが取れるんです。さあ、危ね。ミスった。危ね。どっすん。どっすん。普通、上乗れないけどね。普通、どっすん。上乗ったら死んじゃうけどね。さあ、これしっかりと。これね、ジャンプついてくれないクリボーいるから、あいつだけには負けたくない。さあ悪くない。さあ悪くないんじゃない？さあめちゃめちゃいい立ち回りできてる。さああと反射神経。ここ。ここ。うますぎる。しっかりと沢さんの頭に乗って、あ、あとね、あ、多分今日出す動画かな。今日出す動画でしっかりと沢屋さんに会いました。まあ今現在撮ってる時は会ってないんだけど、多分ね、今この動画を出してる頃、ぶね、出してる頃にはしっかり沢屋さんに会ってる気がする。よーし、ステージ8クリアと、ステージ10ぐらいまである気がする。さ、うお、やっと3次元に戻った。3次元に戻り散らかしてるけど、うわー気持ち悪い。こんなところに、痛すぎー！なんかやられたんだけど。なんか鼻息荒いやつにやられたんだけど、こいつら。なるほどね、こいつらが鼻息荒い時は行っちゃいけないと。行っちゃったらこいつのベロチューすると。さすがに行かないよ。素晴らしい。判断が早い！これは判断が早すぎますね。これ止まる絶対。お前バカ滑んなバカ滑んなバカ。危ない。感性の法則ありすぎるだろ。お前摩擦抵抗なしか。お前どう摩擦力ゼロかわし。最低かしっかりと。さあこれどうしようかね。とりあえず行っといて。危ない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 。
さあ、しっかりとやっていきましょう。え、マジ、ここからなんだ。普通にあそこら辺ぐらいからかと思ったんだけど。さあ、最初はね、とりあえず、動摩擦力があるので、しっかり止まれると。悪くない、シエちゃん。で、次の氷ステージ、動摩擦力ないんで、ベクトルを変えないといけない。ジャンピングエボリューション。これ、ベクトル変える。素晴らしすぎる！さあ、これしっかりジャンピングエボリューションして、いいよいいよ、しっかりとミューニュートンしていって、さあ、ここではね、もういける。もうね、フォールガーズです。フォールガイズで慣れてるはずだろバカ！失敗すんじゃねえよ。さあ、こっからで、フォールガイズ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 、うわぁ！最後にね、なんかね、ずれてるところがあったわ。ちょっとカラクリを要素を入れてきてて、よく見たらなんかザコいいんじゃねえか、気持ち悪い。やばい、むずすぎる。やばい、ここに来て少し難しくなって、多分リスナーどんどん前に行ってるんだよね。リスナーさんはどんどん前に行ってる気がする。さあ、ここしっかり。方向転換して、ジャンスピングエボリューション。で、ここでしっかり中間取る。悪くない。さあ、ここよくわかんないな。な、気持ち悪いな、あいつらシンプルに。なぜか私今さっき死ななくて、で、ここに、危ない。休憩場あるんだけど、さあ、これしっかり。お前、動摩擦力ガチないやん。おい、誰な、しょんべんしとるやつ。立ちションすんな！気持ち悪い。さあ、まさかの5体目。これ大丈夫そう、言って。これは言って大丈夫そう。うわ、やばい。ガンダしてるやついる。ガンダしてるやついる。気持ち悪い。やば、こいつマジかっこいいんだけど！ガンダしてるんだけど！ガンダしてるってことは、まずここに寄せて、で、ここでガンダ。私もガンダする。さあ、悪くなしちゃん。一番可愛いわ、こいつが。こいつが一番可愛い。つか、私スキン変えたいな。スキンちょっと顔にしたいわ。やばくね、なにこれ、ゴルフボールちゃうな、これ。これ、雪玉コロコロやんけ、マリオパーティーの。マリオパーティーの雪玉コロコロやっていきましょう。さあ、これしっかり、多分簡単。これ、避けるだけでしょ、どうせ。はい、イージー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 。イッツ、イージーすぎてお話にならない。さあ、当たらない。え、なんか死んだんだけど。当たってねえだろ、今さっきの完全に。おい、八百長してんじゃねえぞ、クソゲーが。最低がしっかりと。避けるだけの簡単なゲームとなっております。あ、これ当たっても死なない。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。お前、リスナーバカ。俺に引き寄せしてんじゃねえよ、気持ち悪い。これワンチャンジャンプでかわせない？そんなことなくて、死んでなぜか！何してんねん、お前！サボってんじゃねえぞ、あいつだけサボったリングしてるんじゃねえか、最低かしっかりと。これ雪玉、かわしながら行く。なぜか今さっきの当たってなくて、あ、これジャンプ。やばい。早く復活して、復活の F して、私が宇宙の手をフリーザです。さあ、端っこをギリギリ攻めて、さあ、悪くない。ここでしっかりとまた中間取って、うわ、カオスすぎる。まあ、機能してるやつもいるし。誰ここに花沢類呼んだの？花沢類じゃないか、あいつ。道明寺、いや、花沢類だ。花沢類しっかり呼んでて、バカ野郎。うわ、アイスエイジ食らってる。絶対このステージに青生地一回来たでしょ。危ない、今さっきの当たらないんだ。どけろ、危ねえ。さあ、これしっかりと。しっかりと見ながら、こうこう。早く走れよ、バカ。なんでこいつ走らねえんだよ。ここ走れないの？さては。さてはここ走れない？いや、走ってる走ってる。素晴らしい素晴らしい。素晴らしいよ。これ、かわせる。これジャンプでかわせて。よーし、悪くない！ステージ8クリア！意外に時間かかった。意外に時間かかりました。ステージ9行ってみましょう。多分ステージ10ぐらいまであると思う。うわ。急になんかマグマステージ来た。でも簡単そうだね。ぶな。簡単そう簡単そう。意外に簡単そう。何？あたし、ロブロックス、これ、パンクハザードに来てんの？今さっきめちゃめちゃ氷のステージだったのに、急にマグマやん。え、ここパンクハザードじゃね？じゃあ最終ステージ絶対あいつやん。名前忘れちゃった。ガスガスの実のやつ。さあ、これしっかりこっち側行って、こっち側行って、あぶね、ギリギリ。さあ、ギリギリに制して。さあ、あぶね、これなくなるんだね。オッケー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 。典型的なマリオステージ。さあ、来た、中間来ました。これ何？うわあ！うわ、敵じゃねえか！めちゃめちゃ味方だと、味方だと思ったらお前。ブルックー！何やってんだお前！セーティカしっかりと、中間とりあえず取って、これ簡単そう。超絶簡単そう。で、こう行くでしょ？簡単。めちゃめちゃ簡単で、あ、ブルック死んでった。ブルツクがマグマダイブして、ブルツクマグマダイブしてたけど全然死んでなさそうで、さあこれしっかりと。これこっち側でいい。これ、こっち側行って、悪くない。さあ、これも、これ多分落ちそうじゃね？やっぱ落ちてくる感じだよ。お前、ブルック来んな。さあ、ブルックさようなりして、一瞬マグマ歩いたぞ、こいつ。一瞬だけ歩いた！一瞬列海王になった、私。
一瞬だけ列海洋になったけど、さあこれ冷静に行こう。地面なくなって5秒経っていこう。5、4、カカー！ここで行って、これもう行っちゃおう。もう行っちゃって、で、また中間取って悪くない。さあ、ここからよ、ここから。え、言うて簡単じゃない？ここ。まっすぐ走ればいいだけじゃない。どこもこれ、からくり要素ない。全く一切ない。ぬるー、ギリギリで耐えるんです。お前、どけろ。ブルックだけはどけろ。さあ、いいよ。で、ステージ9の方が簡単じゃん。ステージ9の方が全然簡単で、さあ、悪くない、悪くない。こういうね、なんかね、反射神経というか、動体視力系 YouTube。動体視力が優れている私からしたら、こんなゲーム、It's easy, ルイージーって感じ。マジで。さあ、これ、とりあえず行って、こう落ちて、待って、で、行って、待って、行って、待って、で、真ん中に来たタイミングでここで攻める。で、これいつらかわして、とりあえず川島さんして、さあ、キリン川島さんして、ここも行く。ここも行く。ここで行って、ここで行って、ここで行って、で、中間しっかりと取り散らかして、うまいよ、これ最終回あるよ。顔から逃げるゲーム最終回来ます。さあ、これしっかりかわすだけ。簡単なゲーム。めっちゃ簡単やん。むちゃくちゃ簡単。ステージ8の方がだいぶ難しい。さあ、飼い犬がこれで雑魚いことが証明されて、で、こっち側でしょ、どうせ。で、中間取り散らかして、あそこ大砲あるんだけど。大砲あるんだけど。あ、これよく来てる来てる。こいつで行こう。こいつで行こう。しっかりこいつで行って、これ上行く感じだね。上行く感じで、上行く感じで、待ちます。雪ドラちゃんの乗り物待って、ここで行く。素晴らしい。やばくね、これ。どうしよう。当たりませんよ、あなた。さあ、これしっかり当たらない。うわー、やばい、めちゃくちゃ当たるんだけど。ちょっと待って、やめてちょうだい、本当に、たけしさん。結構むずい。最後だけ意外に難しい。あ、言うていけそう。さあ、フラグを立てるのはもうやめて、しっかり冷静に立ち回る。もうフラグなんて立てたら負けちゃうから、フラグ立てないように。もう次来るまで待つ。しっかりと待って、で、ここでも、隙間を脱ぐ。隙間塗り塗りの術かます。で、こっち行く。こっち行く。こっち行く。こっちだー、危ねー。さあ、来ました、マリオの大砲来ました、マリオの大砲。死んでね、仲間。これ乗ったら死ぬの？死ぬやんけ。なんや、これどうやって行くん？え、これどうやって行くん？真ん中はダメってこと？じゃあ左行くわ。お前右行け。おい、ニー君、お前右行ってから、右。あたし左行くから。オッケー、左でした。正解は左でしたよ。さあ、あたししっかりクリアしていく。さあ、ステージ10やっていきましょうか。多分ラストだね。多分ラスト。さあ、ステージ10かなりポップな感じで。うん、ステージ10ラストだね。やっぱラストは、ラストはこれ買っちゃって、これ買ってこれでしょ。雪ドラちゃんの衣装といえばこれ。で、さらに羽までつけちゃう。さあやっていこう、雪ドラちゃん。これもう一発クリアじゃないとこの衣装なくなっちゃうから。このめちゃめちゃかっこいい衣装なくなっちゃうから。かわいい、マジで。この衣装一番かわいい。さあやっていくわ。行くぜ。内葉一族の実力を見せていく。さあやっていくわ、しっかりと。ジャンプ。ジャンプ。これ多分これに乗る。上昇気流に乗って、さあ、とりあえず中間取った。ジャンプ。ジャンプ。ジャンプ。あいつがちょっと怖いな。あいつ怖い。けど、しっかり見てて。さあ、ここでしっかり中間取って。私この衣装でステージ10クリアする。マジ一発クリアする。冷静に対応しろ。これで多分上行って、あっち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 って感じ。多分わかる。で、こう来るでしょ？で、こう来て、こう来て、こう行って、こう！よし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 ！で、次上昇気流にちょ、こいつ見よう。あってるあってるあってる。上昇気流乗って、で、あそこにいるから飛び越えたい。頭の上しっかりお邪魔して、さあ上昇気流しっかり乗って、やばい、これ乗った状態で行くのかな。いや、ここにもあると見た。さあしっかり上昇気流あって、よし、悪くない悪くない。マジワンチャンある。マジワンチャン一発クリアある。うますぎー、うますぎる。スーパー集中力タイム入った。ちょ、行ってちょうだい。行って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 。どうやって行くん、どうやって行くん。そっち行って、そっち行って、そっち行って、そっち。あ、オッケーオッケーオッケー。ありがとう。やり方を教えてくれてありがとう。こっち行って。
ベロチューしたけど顔がこいつだから大丈夫でした。よし、オッケー。なぜか死んでなくて私。え、これどうやっていったマジで。かわしたのかな。多分かわしたんだ。多分かわして、どうやっていく。あっち側行って、オッケー。わかった。これ行くでしょ、まず。これまず行って、かわさずに、かわしてこっち側行って、こういう感じかわして、こっち側ジャンプして、で、オレンジ色に乗る。行こう。危なしーちゃん、よし、マジワンチャンある。マジ一発クリアある。急に難しいんだけど、これどうやってやるんだろう。あ、わかった。乗るだけだ。そんな甘い世界じゃなくて。うますぎる。最後にして雪ドラが覚醒してるぞ、マジで。さあ、これ、あ、どうやって行くんだ。で、ジャンプして、まっすぐ行って、ちょっと、ジャンプっていう罠があるんだね。ジャンプ。で、こういう罠ある。うわー、危ねえ。うわー、羽が生えたから一瞬飛んでんだ。え、飛んでね、私。もう、最悪クソリーゼントに戻ったんだけども。しっかりやっとったのに、私。ここにまさか罠があるとは思わんでしょうに、戦国さん。さすがに難しやしませんか、戦国さん、最後。罠まで見抜いたんだよね。トラップがあるまでは見抜いたんだけど。いや、難しいわ。今でもなお、なんだかんだクリアできてない。やば。ジャンピングしない。右行く。なぜか耐えてここまで来て、さあこいつは無視。で、これ中間取って、雲簡単そうじゃない？めっちゃ簡単で、ここ。うわ、何このデカブツ。デカブツ弱そう。デカブツクソ弱くて、よっしゃ、ステージクリアー！ボスー！最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。ツイッター、インスタグラムもフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!